1回の裏、欧州館は先頭バッター柿田がフォアボールで出塁。2番丸田もフォアボールで1、2塁のチャンスに3番山本。ピッチャーフライに抑えられます。そして4番の古谷、ボールがセンターに抜け、二塁ランナーが三塁へ進塁、一塁ランナーも二塁へ、先制のチャンス。そして古谷への4球目、ファーストゴロの間に三塁走者がホームイン、欧州館が貴重な先制点を奪います。追いかける鷺宮は3回の表、4番浅野。センター前ヒットで出塁すると、続く5番松田が、内野安打で出塁、チャンスを広げます。そしてバッターは6番真柳。レフトへタイムリーヒット、鷺宮が同点に追いつきます。このまま流れをつかみたい鷺宮は4回の表、8番石井がフォアボールを選び出塁すると、9番新井はバントを成功させ、きっちりとランナーを進めます。ワンアウト二塁でバッターは1番前田。強烈な打線は三塁線を破るヒット、ランナー二塁三塁でチャンスを迎えます。続く2番畠山はフォアボールを選び、ワンアウト満塁。ここで打線はクリーンアップへ、3番キャプテンの伊坂。センターへの犠牲フライで逆転に成功。さらに4番浅野、センター前ヒットで追加点、鷺宮が2点をリードします。反撃したい欧州館は5回の裏、8番露木からの攻撃、露木の懸命な走塁によりノーアウトで出塁。続く9番手島は送りバントを決め、ワンアウト二塁、バッターは先制ホームを踏んだ1番柿田、しぶとくセンター前へ。そして2塁ランナーがホームイン、点差は1点に。追いつかれたくない鷺宮は6回の表、この回は1番前田からの好打順、三遊間を抜けるレフト前ヒット、2番畠山もレフト前ヒットで続くと、3番伊坂の送りバントは走者が一歩早く、これで満塁。このチャンスに4番浅野、ここは空振り三振、5番松田、ダブルプレーが崩れる間に2点を奪います。7回の表、鷺宮はさらに勢いに乗ります。2番畠山のタイムリーヒット、さらに4番浅野がレフト前へタイムリーヒット、この回一挙5点を奪い10対3、7回コールドゲームで鷺宮が2回戦進出です。
先制されてしまう展開だったんですが、やっぱりチームとして高めを切って低めを打っていこうということで、ランナーを貯める展開を作って、そこからしっかり逆転できたので、そこは良かったと思います。初戦いい流れで勝つことができたので、しっかり準備して2試合目もいい流れで勝ち切りたいと思います。